まあ、早いご飯になりますね、はい、それからお休みになりますので、はい、あと3つはあの合間にお召し上がりいただいて、はい、この赤いご飯の形とこちらもみじおろしていただいて、はい、辛いですね。あとこの丸いなんかこのこちらはとろろです。あと塩辛とお召し上がりになります。あとこの黒いなんですけど、お召し上がりになります。お椀に粒がたまってますので、はい、ステンになります。お腹いっぱいになったからマスターしてください。こちらで終了です。お制限時間はないですが、あのエスプレッソと箸を止めます。はい、1分以上で今日も始めます。ありがとうございます。ベビキン、せーの、いただきます。楽しみだ。待って、もう一つ。はい、どうぞ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 。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。役に使えなくなる前にさ、お腹いっぱいになるのが嫌だから。塩辛のアクセントが濃い。塩辛いよな。これ洗い物大変そうっすね。こちらは全部手洗いです。手洗いですか？俺絶対ここで働きたくない。やめなさい。ベビキン、あーでも俺もちょっと50を超えるはちょっと今胃にズンといった感じがしますね。いや、意外と厳しい。意外と厳しい。100って何、意外と厳しいな。これ100までで言うと今半分ぐらいです。俺も何本、あ、俺33。あ、33。トラマラソンペース早いっすね。早いですけどね。あの、意外と僕量はいけないかもしれない。今ちょうど60杯ですね。でこれで61杯になるんですけど、そろそろちょっとまずこれでもそろそろまずでも俺リードされたトラマルさんに追いつきつつある。無理かもしれないな。70きた。喉がね通らなくなってきましたね。トラマルアウトです。60杯。ベビキン、50は目指そう。50はね、はい、どうぞ。50、はい、どうぞ。女子の平均、はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。で、80杯になります。はい、もう20杯。はい、どうぞ。三角食べが上手。何もでもいけちゃう気がすると思うでしょう。でもエンターテイナーとしてやはり食べ続けることじゃなくて、やっぱ味の感想とかをねちょいちょい挟んでいくので大事だと思います。結構細麺な感じで食べやすいから。普通のままや。ベビキン、おいしさ。なんかね、満腹ジュースが麻痺してるので、なんかまた全然いける気がしてしまう。多分でも2時間後にそら腹が空いたって言ってる。多分ね。こちらで99杯です。はい、100杯目です。はい、63ということはこの次の1杯で任天堂。任天堂100杯目行きたいと思います。いただきます。はい、100杯達成。はい、見とったな俺。今、100杯目いただき終わりました。もう、無理。ほら、もったいない。いや、今から食べるんで。でも今から100杯ゆっくりいただきたいと思います。はい、100杯目です。せっかくの100杯目なので、ちゃんとね、なんか海苔とかちょっと薬味を使っていただきたいなと思います。キリがええから70杯にしようかな。70。ただ、うなちゃんもこれ69。彼は戦いをしてる気があるんでしょうか。翔吾さんも100杯目指しましょう。いや、それはあかんと思う。そうか、明日任意許可で。
明日平均超えてますよね。ほらアベレージ超えた。ちなみに、なんか最高どれぐらいなんですか。あ入れてオッケーも前に出すと。おもちゃみたいな。78です。まだ気がいいと思うよ。まだ俺77でやめようと思ってたのに。で80まで行こう。俺マラソンも行くよ。長野ラッシュタイムで。こうあるやん。マラソンってさ、こうあのポールまで走ろう、あのポールまで走ろうって頑張ったらこう走れていくっていうやん。そうやな。じゃあ次80まで頑張ろう。オッケー。軽いっす。お。お前らなんか横にしてくれ。なんでエビトン1万円やつ。1万円やつ取ったなお前。俺残しとったエビ食うたな。今。これは今何本？あ、しし。81です。85枚。あ、ジャンプ2やから。あ、そうジャンプ2。それですね。こういうやつダメやつ。はい。地味。地味。ベビキン。よ、下がってきた。下がってきた。なんか喋れもしない。70歳ぐらいの人の気分、今後の人生どうしようかな。なんかゆっくり老後過ごそうかなっていう気にもなってるけど、なんかいやもうちょっと夢を見つけてあと3年ぐらいなんかマラソンでも始めようかなみたいな70歳ぐらいの人の気分。いやわかるよ、わかるけど、でもやっぱり85を目指していきたいと思うよ。もう1年生きようみたいな。もう苦しい、苦しいし、じゃあ楽に老後を送っていこうかなという気分にはなっている、うん、だけど、応援してくれる孫たちの顔があるからこそ、いや、もう1年頑張りましょうか。ゆうの感じで長生きしたね。長生きしたね。おばあちゃん、もうちょっと生きてみよう。おばあちゃん、さすがに限界か。いや、俺はまだ実は俺は味わえてる。確かに、まだここになってる。まだ味わえてる。やっちゃうなー。ふっ、今92ですよ。あの、8年前生きようと。まあ、1分使えるんだ。そうやね。ということは、葉っぱやから8分使える。8分あるやん。パコッと言えると思って。ちょっと座り直す。仮チャンプじゃないんで座りましょう。座り直す。座り直す。みんなの喋りが出たらソファ出とる。おばあちゃん。ちょっとなんかな、言いたら悪いけど、食べたら無情にも注がれるやんか。だんだん嫌いになる。そんなことかわいいね。だん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 なんか嫌がらせされてる気分になる。さっきまではな、1本あるから1本あるから、さっきまで自分で手伸ばしてたけど、もう手伸ばしたことあったんですよ。体操着やばい。特におばちゃん笑ってあと5杯で100杯です。頑張ります。巻き込んだ一応パリにもアピールがしっかり、やっぱりボーカルから大事だと思うんですよ。あと2杯で100杯で、あと3回口入れるんだけど、おばちゃんあと3年いったら3年だけ。もう殺して。これ全然。あと。次で。受ける。はい。99。お。おばちゃん、おばちゃんマシンであかんで、ね。マシンであかんで、ね。山が作っていくよ。このままとかいるか大丈夫か。これで100杯でーす。ダメだもんね。もう無情にも100杯行った瞬間にもう一回入れてほしいな。多分ルールしてる。いや、もう近くもうスナップで行こうとしてる。近く100杯おめでとうございます。これが100杯。コロナ終わったら式に分かった。あ、なるほど。式さん、僕ここです。
杯食べました。これ100杯と5杯いきました。105杯。65。101匹ワンちゃん。100匹か。なんか100杯で100杯でね、はい、手形がもらえる、はい、絶景やろこれ。すごいね、よう食べたな。そばよ、そばで大丈夫。もう食いね。そう、時々ワンコのご自身のベビキン。ただいま、やぶやさんで、ワンコそばいただいてきました。はい、私は見事な100杯を食べることに成功しました。こうやって記念手形がいただけます。見てください、結構しっかりした感じです。はい、ところで小林さん、目標も100杯を越し105杯ということでいただいてきました。もうちょっといってほしかったね。いやーでもね、100杯超えたので油断したね、胃袋が。そらそらはね、65杯。はい、65杯。そしてね、そこのホテル行きます。くしゃみ出るわ。行きますか。くしゃみ出るわ。はい、じゃあホテル行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましょう。頑張ろう。はい、どうも。